はい、こんにちは。4月7日です。今日は結構短めの雑談です。日系人の歴史のお話が今日のパート4で終わりました。改めて内容をシェアしてくださった方に感謝です。その方も見ていてくださったらいいなと思います。最後まで聞いてくださった方々にも感謝しています。コメントをくださった方々もありがとうございました。でたまたまではあるんですが、私が動画を始めたのは去年の4月4日でした。でちょうど丸1年、今年の4月4日から日系人についてのお話をさせていただいて、本当にご縁ってあるんだなってかみしめています。で私の動画は最初の頃は疫病で外出禁止になったっていう記録の動画で、何月何日に何々が閉鎖とかそういう内容だったんですけれども、夏の初め頃、7月かな、インドの当時14歳だった占星術師アビギャ君っていう子が、その前の年2019年にこの疫病の予言をしていたみたいなのがすごい噂になって、それを英語で予言しているのを聞きに行って内容をお伝えするしたっていうところから、だんだん和訳することが増えて、一時期翻訳 YouTuber のようになってしまって、自分でもどこに行くんだろうと思っていました。でスピリチュアルのリクエストがほとんどだったんですね。でも大統領選前後からそれに関係するリクエストがどんどん増えて、自分的には完全に遭難してしまいました。で最初の頃から聞いてくださっている方々は密かに、おい大丈夫かって思ってたかもしれないなって思います。で2月初旬に一度振り切って方向変換をして、私が興味のあることとか、あとその時にね、私っていう小さな個人のアンテナに引っかかったことを動画っていうより相変わらず静止画ですけど、お話しさせていただくようになって2ヶ月が経ちます。登録者数はもう激減しました。でも明らかにコピーペーストのコメントが減って、あと誹謗中傷も減って、ついでに誰々さんの動画が上がってますよ、和訳してくださいっていう、私まだ仕事中なのにみたいな時間に来るプレッシャーコメントも減って、私は心安らかに過ごしています。で今でも聞いてくださっている方々に本当に感謝しています。で2月の初旬に5時間だけ出した動画ありましたよね。あれで見極めたかったのは、コピーペーストのコメントをおそらくお金をもらってアルバイトでしている人、あと1月から急激に増えてしまった登録者の皆様の主義主張、心情などでした。で、あの動画で不快な思いをされた方もいらっしゃったと思いますが、あえて言わせていただければお互い様って思ってます。ということで、もうあっという間に迎えた1周年です。これからもどうぞよろしくお願いします。で、ここで話が変わりますが、カリフォルニア州のニューサム知事が昨日記者会見を行って、このままの調子で頑張れば6月15日には各種経済活動を通常運行に戻すと発表しました。ただし6フィート以上離れるソーシャルディスタンスはキープ、あとそれが保てない場合には必ずマスクをするっていうのはもう継続されるようです。まず現時点でカリフォルニア州内では2000万本以上の予防接種がすでに済んでいます。で少なくとも1度目の接種が終わった人が人口の 34.2% で、完全に予防接種が完了したってみなされるのは2度目の接種が終わって2週間経ってからなんですが、その人たちがカリフォルニア州民の 18.1% になります。で今後予防接種の入荷が増えれば1週間に580万人に接種することができるようになるって言ってます。でカリフォルニア州では4月1日以降は50歳以上の人が全て接種対象になったんですね。で4月15日以降は16歳以上の人全てが対象になる予定と聞いています。で CDC によると、この直近の7日間での陽性者数はカリフォルニア州では10万人あたり 45.5 人なので、アメリカ全体の平均の 133.8 人よりもかなり少なくて、で逆に今ぐんぐん増えているのはミシガン州の10万人あたり471人、ニュージャージー州の335人、ニューヨークシティだけですの 307.7 人です。で大きな州っていう意味で比べると、フロリダが10万人あたり 171.7 人、テキサスは 62.3 人なんだそうです。テキサスすごいですよね。
で、今回のカリフォルニアの経済活動の再開は郡、カウンティーごとではなくて、もう州全体で一斉に行う予定で、これまでに紫が最も危険で、次が赤で、オレンジ、そして結構大丈夫なのが黄色で、色で状況を表していたカラーコーディングシステムもやめるんだそうです。で、このカラーコードも結構細かくて、今はカリフォルニア州の 80% の地域がオレンジですが、オレンジだと遊園地が通常の 25% のキャパシティで再開できたり、あと野外ライブが通常の 33% のキャパシティで再開できます。で、これを全部黄色に持っていって、で、予定通りに6月15日に全てのビジネスがオープンできたら、この秋に予定されている州知事のリコール、ニューサム知事にとって追い風になるのかな、それとも逆風になるんでしょうか。巷ではそのリコール選挙が行われる秋までに、こう疫病が過去の話題になっていて、人々が、あ、なんか疫病前の生活に戻ったよねって感じることができるかどうか、そして学校の授業を対面に戻すことができるかどうかにかかっていると言われています。カリフォルニア州は全米で一番素早く外出禁止を発表したんですね。で、それは高く評価されて、私もその当時すごく高く評価しました。その後なぜかなんかすごい急いで外出禁止50日目に一部のビジネスを再開したのはやっぱり時期尚早で、かえって陽性者数が急激に増えてしまって、慌ててまた外出禁止に戻したので、お店を経営している人も利用する人も翻弄されてしまって、知事の人気が下がってしまいました。で、日本では多分ニュースとかで欧米ではロックダウンっていう表現がされるようですが、私が覚えている限りではこの辺はそんなに厳格にロックダウン、外出禁止になったわけではなかったです。セーファーアットホームっていう言葉を使って、家にできるだけいてくださいねっていう感じだったんですね。で、最初の頃はこの疫病がどんなものなのか、どのくらい怖いのか、みんな分かっていなかったのですごく恐れていて、まあほとんどの人はおとなしく家にいるようになりました。で、それまでは社会人が仕事に出て家を空けている隙を狙っていた空き巣たちも日中泥棒に入ることができなくなって、犯罪率も減ったぐらいなんですね。ただだんだんマスクしてればいいんでしょうっていう感じで人々が出かけるようになって、結局外出禁止ではなかったなと思います。今日は奇跡のたった10時間労働でした。で、こんな生活が6月まで続いて、7月だけちょっと楽になって、で、8月には春学期、10月には次の年の秋学期の入学審査サイクルが始まります。今日のこの背景は、今週いきなり下の子がいくつも作り始めたデコデンです。デコデンですって、私そのデコデンっていう単語を今週まで知らなかったぐらいなんですが、このね、生クリームの部分とかシリコンで絞って作って、なんかすごいですよね。こんなのをいくつもいくつも今週作っていらっしゃいます。というわけで、 Stay safe, stay healthy.